こんにちは。3月17日金曜日、時刻は13時を回りました。ウェザーニュースライブコーヒータイム、江川さやねがお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここからもですね、お天気の方をしっかり確認していきたいと思います。その前にですね、まずお知らせが一つございます。私事ではございますが、現在第2子を授かっております。体調はですね、良好でして、はい、順調に進んでいるといった状況です。おめでとうございます。ありがとうございます。元気に過ごすことができておりますので、4月の後半までウェザーニュースキャスターとしてですね、この番組を担当させていただきたいというふうに考えております。はい、そうなんです。引き続きですね、この私はですね、元気に天気をお伝えするということをモットーにですね、日々の天気変化というのを皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひですねお願いします。コメントでもいつもご参加いただきありがとうございます。今はね、桜のシーズンということもありますので、引き続きこちらもね、桜プロ大使として皆さんと一緒にですね、この桜を楽しんでいきたいなというふうにも思っているので、はい、ぜひですね、リポート前桜登録をして、そして日々のね、桜の成長というのも教えてほしいです。コメントでもありがとうございます。そうですね、お天気も気になりますし、心配されるコメントもいただいてますけれども、ね、お休み入るまでもですね、新キャスターの研修とかでも番組外でも関わって、はい、行きたいなというふうに思っているので、はい、よろしくお願いいたします。あ、そうですね、体を大切に過ごしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ね、今日は花金ということで、ぜひ皆さんで、ね、美味しいお酒飲んでください。お酒飲まなくても飲んでも、私は花金がとても好きなので、はい、やっぱり花金ってワードが好きですからね。お酒に飲めないってのはもちろん悲しい、寂しいんですけれども、でもね、花金はやっぱりいい日ですからね。リポートでもね、食べ物だったりお酒だったり、いろいろなリポートをいただいていて、そのね、日々の変化とともに、季節によってもね、届くものが変わってくるので、楽しみにしています。夜ご飯の前に、この時間帯はランチのリポートをご紹介していきましょう。